エドモン・ジャベス、エドモン・ジャベスは詩人。1912年にエジプトのカイロでイタリア系ユダヤ人として生まれ、フランス語教育を受けて育った。1957年にナセルが政権を取ったことからエジプトを去り、フランスに移住。1967年にフランス国籍取得。彼の初期の詩集はシュルレアリスムの影響が極めて著しい。 彼は、ブランショとは似て、非なる方法で文学の限界、言語の限界に挑んだ。エジプトに生まれた、ユダヤ人であるジャベスは、砂漠、書物、ノマド、砂、ユダヤ人、空虚、井戸などを存在、言語などの因縁として好んで、使いそのトーラー解釈の注釈のごとき、断章形式の作品は、彼独自の砂漠の思想が結実している。ジャベスの思想は、 ユダヤの教典を判読することにより培われてきたため、ユダヤ的なものに人間の本質を乱すところにある。人間は本質的にはルタクの民であり、居場所を持たないものであるということ。その意味で人間は皆ユダヤ人であると、ジャベスは言い、また言語ほど虚しいコミュニケーションはないことに確信し、絶望しながら言語によって人間であることのアポリアを思考した。 無限に言語を疑い続ける姿勢は、デリダ、ブランショ、レビナスに絶賛された。レビナスは、真の詩人とは住みかを持たないものだと言ったが、それは、ジャベスを表しての言葉である。ありがとうございます。